佐々木隆之は日本の実業家、JR 西日本代表取締役社長、同社取締役会長等を務めた、広島市出身、広島大学教育学部附属高等学校を経て、1970年に一橋大学経済学部を卒業し、日本国有鉄道に入社。当時、一橋大学から国鉄に就職する学生は、 毎年1、2名と少なかったが、情報学ゼミの教授の勧めで入社した。研修では、機関士として、寝台特急、水穂の運転に当たったこともある。その後企画、総務畑を歩み、大阪鉄道管理局総務部長等を務めた。1987年国鉄分割民営化により、新たに発足した JR 西日本に移る。同社では主に営業部門、 経営企画部門、人事部門、財務部門等を幅広く経験し、人事部長、取締役財務部長、取締役営業部長等を務めた後、2002年に、キオスクやコンビニエンスストアの運営等を行う、完全公会社の JR 西日本、デイリーサービスネット社長に転出した。この時、親会社に意見を伝えても、門前払いにされる経験をし、 本社と現場の枠を取り払う必要性を感じるようになる。2005年に JR 福知山線脱線事故が発生し、翌2006年に山崎正夫が社長に就任した。山崎は豪腕のワンマイ経営者として知られた井出正隆元社長の利益追求編長の経営姿勢が事故原因の一端と指摘されたことを受け、井出の影響力排除を進めた。 次期社長有力候補と目されていたイデ派の副社長を子会社へ転出させる一方、山崎が鉄道本部長を務めていた時期に副本部長として山崎を補佐していた佐々木を外に出た中で際立って優秀な人材として JR 西日本の本社の副社長として呼び戻した。JR 西日本復帰後は副社長や親切ポストである副会長につき山崎社長を補佐し、 グループ全体の経営改善等を担当していた。ところが2009年7月8日に山崎正夫社長が JR 福知山線脱線事故に絡み業務上過失致死傷罪の罪で神戸地方検察庁により在宅起訴された。これを受けて山崎社長は佐々木と西川直樹副社長が同席した同日午後6時過ぎの記者会見で隕石辞任を表明。 その後、山崎社長から南極に前者をまとめるには、君がふさわしいと公認を打診され、会社には育ててもらった恩義がある。逃げるわけにはいかないと引き受けることを決意した。一時公認社長人事について、毎日新聞が、佐々木が有力視されていると報じる一方、読売新聞は大幅な若返りで、経営改革の姿勢を印象づけるため経営の 中枢部門である総合企画本部長を務めた真部忠史副社長を公認とする方向で調整に入ったと報じるなど情報が錯綜したが10日午前に開催された臨時取締役会で佐々木を山崎社長の公認社長とする決定がなされた取締役会後大阪市にある JR 西日本本社ビルで午前10時半から開かれた記者会見に 山崎社長と共に望んだ佐々木は、山崎社長が掲げていた、見元柱である被害者対応、安全性向上、企業風土変革への取り組みを引き継ぎ、信頼回復に努めていきたいとの抱負を述べた。2012年5月に、同社取締役会長に就任し、2016年6月に相談役に就任。なお、佐々木の公認の社長、会長は、 真鍋正史である。2020年2月20日、73歳で死去。ザウの名は、松下幸之助の経営者はことにあたり、まず冷静に判断し行動しなければならない。そしてその上で、そっと情を添えることが肝要である。ということは、趣味は奈良の街歩き。ありがとうございます。